別の顔。20代半ばの頃に上司に勧められてお見合いした。先方から望まれ、穏やかで優しい人柄にこの人とならと思って結婚。でも半年ほどで離婚した。最初に違和感を覚えたのは新婚旅行先で、オーダーしたデザートを間違えて持ってこられた時に、ウェイトレスに向かってものすごい勢いで切れた。フォークを相手の顔に突きつけて怒鳴る様子に驚き、ショックだった。お見合いから式を挙げるまで7ヶ月ほどだったが、その間に見たことがないような彼だった。それからツアーバスに戻るまでカリカリしてて怖かった。バスの中で一眠りした後は元の穏やかな夫に戻ってた。ホテルに戻ってから、わざと間違えたわけじゃないんだし、ちょっと言い過ぎだったと思う。って言ったらその時のことを全く覚えていないという。その時は、自らの言動が恥ずかしくて覚えていないふりしてるんだろうと思った。それから3ヶ月ぐらい経って、お風呂から上がった夫が押し倒す勢いで襲ってきて、私はまだお風呂に入ってないから嫌だと拒否したら、黙って無視して無理やりだった。終わったら気持ち良さそうにそのまま眠って、私お風呂の中で泣いてた。新婚旅行の時のことを思い出して、二面性がある人だったんだって。結婚前に本性が出ていたら、結婚しただろうか、とわけがわからなくなった。でもその時も私がお風呂から上がると、寝ていた夫が起きてて、いつものようにリンゴ剥いて待ってくれてた。そんなことがその後も何度かあって、何もない時は本当に穏やかで優しい人だから、これをどう考えたらいいのかわからなかった。恥ずかしながら誰かに相談するにしても、ちゃんと説明できる自信がなくてとにかく一人で悶々としてた。ただ、夫には内緒でピルを飲んでた。このまま子供を作るのが不安で怖くて。そしてある時、買い物から帰ってきたら、ベランダで育てていたミニトマトの苗が鉢から抜かれて叩きつけられていた。プランターに植えていた花は根元からハサミで切り取られ、ばらまかれていた。ソファーで寝ていた夫を起こして、どうしてこういうことするの？って言ったら、俺じゃない。の一点張り。でも買い物に出かけるまでちゃんとなっていた。夫が在宅してるのに、誰かがベランダに侵入したなんてありえない。そこは8階だし、何より音に気づくと思う。夫しかありえないんだ。でも本人は、絶対俺じゃない。という。この件があってから、わけがわからない怖さに耐えられなくなって家を出た。実家で両親にこれまでのことをすべて話して、離婚したいと言った。もう怖くてあそこにはいられないって。両親とも、この結婚をいいご縁だと思っていたので信じられないという感じだったけど、話すときに私が震えているのを見て、父が、とにかくしばらく家にいなさい。って言ってくれた。それから父が義実家に話をしに行ったら、うちの子は普通の子だ、失礼な、侮辱するな。って対応で、でも父は、カッとなると人が変わるみたいな話は世の中にいくらでもあるけれど、娘から聞いた内容はそんなレベルではない。一度ちゃんと診察を受けてほしい。それまでは返せない。と言ってきたらしいが両家のいさかいに発展して、結局そのまま私も戻ることなく離婚となった。夫だけがわけがわからない様子で、でももう私が戻らないと知って半泣きで離婚届に判をしてくれた。その後、元夫の実家周辺では、あそこんちの次男はちょっとおかしい、という噂が実際にあったことを知った。普段はおとなしい良い子なのに、時々、みたいな噂。結婚前にちゃんと調査してたら多分出てきた噂だろうと思うが、上司の紹介ってことで、信用しすぎていた。私、映画や小説に出てくる多重人格ってものが現実にあるとはそれまで思ってなかったというか、ピンとこなかったけど、あれは多分それだったんじゃないかと今でも思う。その時は顔のパーツは同じだけど、全く別の顔に見えた。あれからもう20年近く経つけど、あのたった半年の結婚生活で経験した恐怖は未だに消えない。今も独身です。元部下。1年前に退職した会社の人事から電話がかかってきた。仕事は半人前以下なのに権利意識と被害妄想だけは人一倍で、何でもかんでもパワハラだのセクハラだので人事に訴えまくっていた元部下 T が。みんなから責められるけど、何が悪くて文句言われてるのかわからない。指導は信頼している私さんからじゃなきゃ受け入れないから。と暴れているから、
話を聞いてやってくれないか、とのこと。ゾッとして鳥肌が立っちゃったよ。謹んで丁重にお断りさせていただきました。そもそも私が T の上司だった時も、あの子はろくに言うことなんて聞かなかった。休んでばかりの子だから接点は少なかったけど、それでもとんでもないトラブルメーカーで、嫌な思い出しかない。そんな T と私の間に信頼関係が築けていただなんて、自分のことのはずなのに初耳すぎてびっくり仰天よ。T は自称青年実業家と出会ってすぐに授かり込んで電撃結婚して、業務の引き継ぎをするのが面倒とか抜かして体調不良を理由に休暇を取り、その間も、なぜかグルメツアーとかネズミに遊びに行った写真などが続々と SNS にアップされ続けていた。難しい仕事は任せていなかったので、仕事を引き取って普通に回していたら。引き継ぎもできていないし、私の仕事が滞って困ってるんじゃないですか？とか突然出社してきたけど、現実問題として何も困っていないので係員一同で、体をねぎらってねと優しい言葉をかけたのに、意味不明な規制をわめきながら帰ってしまい、そのままずるずると産休育休を取得した。その間に私は退職。そんな T が新年度から仕事に復帰したと思ったら、10日も経たずに、新築の家に引っ越すので、と休暇を申請して、だって仕事に復帰してから引っ越さないと、新築祝いをもらい損ねて損するじゃないですか。とのたまえ、繁忙期の貴重な休日にホームパーティーを開催して、上司や同僚を無理やりに召喚した挙句に、旦那の仕事を紹介します。で洗剤や鍋で有名なアムナンチャラの実演販売を始めたらしい。みんなびっくりしてお祝いも渡したし、もう帰ろうとなったら。どうして鍋セットを買ってくれないのー？この私たちのおもてなしが足りないとか、料理が下手って言いたいのー？と発狂したとか、部屋には10万円を超える新品の鍋セットが多数、積み上がっていたらしい。そんなモンスターと話なんてしたくないし、どうせ新築祝いくれくれか、余った鍋セットの営業をされるに決まってる。人事には、もう本当に無理。私には関係ないし、こんな連絡してくること自体がありえない。って言ったら諦めてくれたけど、その日の夜に携帯に T から着信があって無視していたら、今度は知らない番号からの着歴が凄まじくて、心が修羅場。変なおばさん。変なおばさんが近所にいる。三軒隣の昔からよく知るおばさん A。金持ち自慢をする人なので周りから距離を置かれているが、うちの母とは大学の同級生でもあるので、つかず離れずの関係を保っている。最近、大好きなランチやヨガやお花の教室に行けなくて暇なのか、母にこんなラインが来た。あなたの娘さんのお声が聞こえてきますけど、コロナは話すことによって、飛沫が飛びます。お気をつけてくださいね。うちは屋上があって、そこで洗濯物を干している。母と妹と洗濯を干していた時の会話を聞いていたらしい。母は、声が大きいのかな？気をつける。と返事をしたらすぐに返事が来て、私がコロナにかかったら、あなたのせいです、お気をつけて。母はムカッとしたが、返事を返さずに無視をしていた。夕方になり、うちは犬が3匹いるので、同じく母、妹、私で1匹ずつ連れて散歩に行っていたんだけど、後ろからじーっとこっちを見ている視線を感じ、妹がスマホのインカメで見ると、案の定 A だった。母に小声でそのことを伝えると、無視しましょ。というので、無視しながら散歩を1時間くらいして帰宅。途中で顔見知りの他の飼い主たちと手短に挨拶をして帰宅。そしたらすぐに、A から母に LINE があり。犬の散歩をするのはいいですが、あなたは3人で犬の散歩だなんて、密を理解なさっているのかしら？そして、計5人と挨拶をしていましたね。コロナの恐ろしさに気づかないあなたはとても怖いです。私の行動よく知ってるね、私のファン。話をそらさないでください。私は今真剣に、あなたのことを思って言っているのです。コロナ怖いなら家の中に引きこもってたら？私の行動いちいち見てるってコロナ以外の病気じゃん。ここで、一度 LINE が返ってこなくなった。翌日の今日。私の平熱は 35.6 度です。本日あなたたちの行動を見ていたせいで 36.2 度になりました。コロナかもしれませんね。って来てた。母は、そうなんだ、
家から一歩も出んなよ。って返してたけど、このおばさん、一体何がしたいんだろう。甲高い声。数年前のこと、俺はスーパーでの買い物を終え、近くのあまり人の来ない小さな公園で一服していた。ベンチに腰掛けぼーっとしていると、公園の隅に設置されているトイレから坊主頭のいかついおっさんが出てきた。おっさんはまっすぐこっちに向かってくる。絡まれたら怖いなぁと思ったが、おっさんは俺の目の前まで来ると。ひいかしてくれませんか？笑顔でそう言った。見た目よりはいい人そうだなと思い、おっさんの加えてるタバコに火をつけてあげた。ありがとう。おっさんは笑顔で言うとタバコを加えたままトイレの中にまた消えていった。その直後、ふぅー。トイレからマイケル・ジャクソンのような甲高い声が聞こえてきた。ふぅー、ふぅー。かなりの大声で、周囲が静かなだけに余計に響く。なんだか怖い。声の主はさっきのおっさんだろう。ついさっき笑顔でお礼を言ってた、感じのいいおっさんがトイレで奇声を発している。ふぅ、ふぅ。とても怖いし気味が悪い。それでもなんだか気になったので俺は様子を見にトイレに向かった。ふぅ、ふぅ。入り口前に立つと中からの奇声はより一層大きく聞こえる。おっさん何やってんだ、薬中か？だったらやばいかなとか思いながら一歩、足を踏み入れた。ふぅ、ふぅ、ふ。突然声が止んだ。ブツッと電源を落としたみたいな途切れ方だった。恐る恐る中に足を進める。トイレは小便器3つに個室が2つ、しかし人影がない。個室もドアが開きっぱなしで中には誰もいない。窓は少し開いてるが小さく高い位置にあるため、ここから出たとは考えにくい。おっさんは消えてしまった。直前まで奇声が聞こえていたのに。女子トイレかとも思ったが、さすがに入って確かめる勇気はなかった。うわぁ気持ち悪いなぁ怖いなぁ、などとつぶやきながら一応用を足して、手を洗う。幸い鏡に何かが映ることはなかったので少し安心したが、トイレから一歩出たその瞬間、中から。ふぅ、ふぅ、ふぅ。心臓飛び出すくらい驚いて走って逃げた。今でも公園の近くを通るとたまにあの奇声が聞こえてくる。俺が唯一体験した怖い話。